Thank you.
てられた女の恨み教えてあげるわ。無様な戦い、この女に惑わされている。女を捨てきれんのなら戦いなどやめることだ。これが男の強さ。
間もなくアスタロトの分離実験が始まります。わかった。いかがしました？お加減でも悪いのですか？いや、何でもない。少し昔のことを思い出していたのだ。昔のこと？上海で死んだ上官、川島中佐のことをな。思えば中佐との出会いが私の人生を変えたきっかけであろう。ただの地質分析官として大陸に赴任した私が、よもやこのような人生を歩むことになろうとは夢にも思っていなかった。後悔なさっているのですか？いや。お頭、あの人はウルの生き方にとても焦がれていた。心の赴くままたとえ傷ついても己の意志を貫いて生きていく。自分は誰にでもできることだと言ったが、それがいかに難しいか今になってよく分かった。お頭もご意志を持って生きていらっしゃいます。それは、私は時々自分の進む道が怖くなる。今まで石村閣下の理想を具現させようと波動を進み露払いを行ってきた。しかしそれは閣下の力を借りて自分の望みを叶えるため。そのためには悪となり手を汚すことも覚えた。しかし悲しみを忘れるということは未だに覚えられぬ。上海で亡くなった川島中佐はお頭の愛したお方なのですね。情けない話だ。お頭が苦しむのはいろいろな思い出があるから。でも私はそれが羨ましい。私の顔も私の声もその方の写しみ。言うな。お前は我が作るし汚れなき魂、決して誰かの。良いのです。私はその方の代わりでも構いません。王家。王家の願いは少しでもお頭のお役に立つ。一緒の時を過ごすこと。その思い出だけが欲しい。ニコルを使って何をしようとしているのかしら。始まるぞ。今回はうまく分離させてやるぞ。それ。これより第2次アスタロト分離実験を開始。被験者、脈拍、血
殺とも言ってシーゾーン。意識消失、脳波、睡眠状態へと誘導完了。血圧低下。よし、有利波動照射。サイコウェーブ、照射開始。自我崩壊点まで残り 70%。 予測探索可能時間は約2分です。十分ではないか。深層意識の中にアスタルトスピリットを確認しました。追尾を開始しろ。無意識レベルへ逃げ込む前に捕獲するのだ。意識内陸へ進み、活発な動きです。怪物め、よほどこの魂の居心地が気に入ってると見える。意識内 B3 へ侵入。自我崩壊点まで残り 45%。 ねえ、何やってるのよあれ。なんと言ってるんじゃ。あ、それがさ、日本語なんだけど全然わかんねえ。自我崩壊点まで残り 30%。 まだ高速エリアに捉えられんのか。実態がぼやけており核を断定できません。自我崩壊点まで残り 20%。 博士、これ以上は危険です。被験者の人格が失われてしまう。この機会を逃せば次は半年先だ。何としても。二度目の過ちを犯す気ですか。やかましい。自我崩壊点まで残り 10%。 標的は無意識下に侵入。構わん、自我が崩壊しようが怪物を捕まえるんだ。博士、何をする徳さん。わからないのですか博士。あなたは被験者の自我という檻を破壊し怪物を解き放ってしまったんです。何？おい、様子が変だっち。ニコル、奴の意識が食いつぶされていく。愚かな人間ども、我を抑圧する邪魔な理性を取り除いてくれるとは礼を言わねば。まさかアスタロトが目覚めたんじゃ。シラシュ、出てきたらどうだ。意外な展開だね。しつこい男だ。目覚めが悪くてさ、あんたに消えてもらわないと。さて、どうする？どっちが先？残念だが、それはまたの機会にしてもらおう。そんなこと言うなよ、せっかく会えたのに。
っちゃうの？博士、我らはアスタロトを追う。後の始末はご随意につけられよ。待ってくれ、徳さん。私たちも長いは無用よ。そうじゃ、早いところ脱出してニコルを追わんと。ち、本当に予想外の展開だぜ。おのれ、こうなったら奴らだけでも生かしては返さんぞ。
外流。なかったわね。
Ugh!